カナダ一緒に帰ろう。やだよ。じゃあ付き合う？付き合わねえ。結婚する？しねえ。お菓子食べる？食べねえ。なんだよ、じゃあ一人で帰っちゃうよ。知らねえよ、帰れよ。皆さん、僕でよければご一緒しますか？ありがとう、ナルセイ君。また今度ね。お待ちしております。うん、じゃあまたね。カナダ、お前さ、なんでそんなひなちゃんに冷たいわけ？あ、別に冷たくねえよ。どこがだよ、お前ガンガンに冷てえよ。氷点下だよ、氷点下。うるせえ。お前さ、そんなんじゃいつかひなちゃんに愛想つかされちまうぜ。どうでもいいよ。本当に？あ、本当にどうでもいいの？ひなちゃんが他の男と付き合っても？いや、それはいいのか、一味は。それはムカつく。じゃあ決まってんだ。ひなちゃん多分待ってんぞ。いや、もう帰った。いや、だって雨降ってるし。あなたよ、当たり前だと思ってたらいつか後悔すんぞ。いや、でも俺傘ねえし。ざん、しょうがねえや。げえ、ノリサンキュー。いや、かっこよくねえ俺。絶賛彼女募集中です。